あの村の者たちが店を出すとは随分と心境の変化があったものだな変化したのは本当に心境なのか私には信じられ里帰りですねカイネさん裏が近づいてきたぞ嫌な思い出が近づいてきたぞ怖いねか黙れ黙ってろ私たちは望まない不要な戦いを望まないこのまま共存することができるのならこのまま穏やかに暮らし続けられるだろうだがあの男がやってくるそうだあの男がやってくる女も子供も皆殺しになるどうすれば一体どうすればいいのだ俺たちポポルさんの村から来ましたもうダメだ手紙の件についてお話を聞きたいんですこの村はおしまいだこういう陰気な輩であったな村長だってあなたが手紙を出してくれたんですよね知らない手紙など知らないどういうことだ他の者に聞いてみた方が早そうだな村の者に聞き込みをしてみよう いらっしゃい手紙か知ってるのかないような
どっちなのだ。ところであんたは。そうだわ。噂には聞いてるよ。しかり。そうか。全滅。全滅。全滅。ジロ。分かっておる。魔物だ。くそ、罠か。見ろ。我の危惧した通りだ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまん、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カエネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。お前たちさえいなければ全部うまくいって。なんだ。襲われておるぞ。俺たちは魔物じゃない。助けてくれ。
なぜこの村を終わらせた。カイネ、起きてくれ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付け。わかりました。魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。中心から何かを感じるぞ。合体した魔物の力。これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。中心から魔力を感じるぞ。この人たち、本当は躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。素晴らしさだ。
倒すことはできるぞ。中心に魔力を集中させよ。
奴の中心に魔力を集中させよ。奴の生命力は侮れぬということだ。
さねば拉致が開かぬぞ。おい、もうやめろ、エミール。エミール。いな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも、いいんだ。
もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。そうだな。ロボット山の弟から手紙、ね、いろいろ世話にロボット。その武器がお二人にお願い。兄さんの仇を。ずいぶん思いつきなんかじゃない。俺があいつらを殺せる道具を作りたくてやった。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボット。魔物が。はい。心は。はあ。
が機械と一緒にいるだなんて、どういうことなんでしょう。理由が何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。この穴からか。迂回するのも